不滅の法、宇宙時代への目覚め、大川隆法。第3章、霊性の時代へ。2、信仰による奇跡の実証。一つでも実例があれば、ないという根拠は崩れる。そこで私は様々な霊現象等を通して、天と地をつなぐ電話の存在を示しています。最初は私一人だけで行っていましたが、最近は私の弟子たちもある程度できるようになってきつつあります。原理はそれほど難しいことではなく、仏法真理を受け入れることなのです。例えばガラス窓に曇りがあると、光が十分に差さなくなります。それと同じように、この世で生きている間に、心の窓にはいろいろな埃や曇りがついてきますが、反省を通してそれらを取り除き、心の透明感を高めていけば、天上界からの光が入ってくるようになるのです。その具体的な霊障としては、守護霊あるいは指導霊と言われる人たちが降りてきて光を与えてくれたり、霊現現象を起こしたりすることが挙げられます。今その実証を数多く行っているところなのです。それは水素と酸素を混ぜ、火をつけて燃やしたら水ができるという科学の実験とは違い、必ずしも同じ結果が出なくても良いのです。たとえ一つでも二つでも三つでも霊的な現象が起きるということを示しさえすれば、そういう世界はない。断定する根拠は崩れ去ります。たとえそれが現代における失われた世界であったとしても、ないということができなくなるわけです。また現代では、今から約6500万年前、大隕石がユカタン半島にぶつかり、ものすごい量の粉塵が舞い上がって、地球を何年間も覆い、日が差さなくなった。そのため植物が茂らなくなり、恐竜は食料がなくなって死に絶えた。その結果、ネズミのような小型の哺乳類だけが生き延びて、その子孫たちが現代の人間までつながっているのだ、という学説が結構主流になっています。ただこれを反証するためには、すべてを立証する必要はありません。例えばネス湖に行って恐竜を一頭捕まえたら、それで終わりなのです。あるいはニュージーランド沖で恐竜を一頭捕まえても終わりですし、日本海か富士五湖あたりを恐竜が泳いでいてくれても構いません。恐竜は古代にのみ生息し、約6500万年前に死滅したという仮説は、たとえ一頭でも恐竜を見つけることができた時点で、完全に覆り、崩れてしまいます。また同じような例で言えば、宇宙人はいないと言い張る人もいますが、ほんの一例でも UFO を確保でき、それが地球で作られたものではないことを証明できれば、こうした説は覆るのです。結局、霊的現象においては、数学のように必ず同じ答えが出るわけではありません。しかし、霊的な現象を否定する人も、
その根拠はそれほど強いものではなく、意外に薄弱なものです。大抵は自分は見たことも聞いたこともないという程度であり、あるいは誰かが見たと言っても自分はその場に居合わせなかったというようなことが根拠である場合が多いのです。不思議な現象も連続して起きれば偶然と言えなくなる。もちろん宗教では病気を治せない、信仰で病気が治るなんて嘘だなどということは、医者や科学者だけでなく一般人やマスコミ人であっても簡単です。しかし1例でも2例でも医者がギブアップです、これは絶対に治らない不治の病であり、もう死ぬしかありませんといった病気が実際に治ってしまったならば、前述した恐竜の例と同じようなことが起こります。否定する根拠が崩れ、宗教で病気が治るということが立証されるわけです。例えば2011年ご聖誕祭での私の説法本書第5章終了後、会場では末期がんが治った信者の事例が上映されましたが、それは驚愕や反省を行い、少女等で祈ったらがんが消滅したという内容でした。また最近私が受けた報告でも、がんや大動脈瘤、肺水腫、その他いろいろな難病が治ったり、犬に噛まれてブラブラになっていた指が元に戻ったりするなど、不思議な事例が数多くありました。宗教もバカにしたものではありません。1件でも2件でも3件でも4件でも良いのですが、通常はありえないことが何件か実際にあったということだけで、そういうものは存在しない、すべて嘘だと決めつける論拠はガラガラと音を立てて崩れていくのです。私が説いている病気が治る法則について、そのようなものは法則として成り立たないという人もいることでしょう。もちろんこの世のルールの中では 100% 全ての人の病気が治るというのはなかなか難しいことではありますが、信仰で病気が治ったという事例が連綿と出続けたならば、やはり単なる例外現象ではないと言えると思うのです。繰り返しますが、恐竜を見た、恐竜の写真があるという人がいても、自分が見ていないものは信じない。その写真は模型を浮かべて撮っただけだなどと反論されたらそれまでです。しかしネス湖でネッシーが1頭捕獲され、さらに日本の湖やバイカル湖、太平洋でも恐竜が見つかったということになれば、もう否定のしようがなくなります。したがってそういう事例がいくつか連続して出てくることが大事なのです。あるいは東日本大震災の時、津波が幸福の科学の信者の家や信者が多い地域を避けて通ったと言っても、一般の人たちはにわかには信じないかもしれません。しかしもしもう一度同じような地震があって、同じように津波が避けて通ったということが起きた場合には、明らかに偶然とは言えないでしょう。そのように不思議な事例がある程度連続して起きてくることが
実証になると思います。